タキシーにはカーアクションコメディーが中心のフランス映画タキシーシリーズの第2作である。リュック・ベッソンが制作、脚本をジェラール・クラブ・ジックが監督を担当し2000年に公開された。サミットのため彷彿した日本の防衛庁長官がマルセイユ警察のマフィア対策を視察しに訪れた。しかし滞在中、長官とエミリアンの恋人のペトラが 肩の率いるランエボシックスに乗った日本のヤクザにまんまと誘拐されてしまう。首謀者である北日本の大野分、ユキツモトは日本とフランスで調印される予定の条約に反対し、調印式妨害と日仏の国交断絶を拡作。催眠術のプロを二人送り込み、長官をマインドコントロールし、大統領ジャック・シラクを含むフランス政府要人を殺害させようとしていた。 エミリアンは、友人のスピード強なタクシードライバーダニエル、長官の SP として派遣された、長方部員ユリと共に、ダニエルの彼女リリーの父親でもある、フランス陸軍幹部のベルティノー将軍の協力を得て、拉致された二人の救出に、パリへと向かうのであった。改造・プジョー406激用者と同型の、ランエイボシックスオーウェイ映画において、よく日本の設定は、実際の日本とは、 かけ離れたものであるが、本作でもそれは目立つ。本作は日本を舞台にしたり、日本文化を紹介する映画ではないので、制作者のイメージで作られた日本館が展開する。ありがとうございます。